はいどうも、わっちゃんです。今日も楽しく仮想通貨ニュース配信していきます。よろしくお願いします。で、今日はですね、リップルの未来は明るいよといったようなと、ちょっとね、テーマでお話していきたいと思います。でですね、まあ私、仮想通貨情報を、まあ日々ですね、いろいろと YouTube を通じて、まあまた Twitter を通じてね、まあ、配信しているわけなんですけども、まあ身近にですね、まあ仲間、まあ知り合い、まあいろいろ仕事柄の関係、まあいろいろいるんですけども、最近ですね、ちょっとリップルに関してというわけではないんですけど、まあ仮想通貨に関して、まあ非常に興味を持ち始めている、まあ、新規参入ですね、の方が結構いるというような印象をちょっとね、身近ですけど、肌で感じてます。まあですね、まあいろいろと景気後退とか、米中、米イラン戦争とかね、まあ戦争まではちょっと発展してないものの、まあ、してるのか、まあ、あの景気がかなり後退していくんじゃないかなという不安と、またあとね、まあね、そんなね、みんなバカじゃないと思うので、まあ私もね含めて、まあオリンピック通じてやっぱ景気が大きく後退するんじゃないかとかね、でリーマンショック級のね大きな不況が起きるんじゃないかなっていうところは、まあ薄々ちょっと感じてきているのと、やはり最近ビットコインがねかなり上昇してるっていうのは、そのメディアを通じて、まあ、テレビとか、まあ、YouTube とか通じて、まあ、把握してる人が結構増えてきてますと。まあ、そんな中でですね、やはり、リップル、国内でかなりね、注目を浴びた仮想通貨の一つではあります。まあ、ビットコイン、まあ、イーサリアムもリップルの方がね、まあ、日本人多いんじゃないかなというふうなね、ちょっとイメージは、私は持ってるんですけども、まあ、そんな薄い2017年、18年の記憶を呼び起こし、新規参入、まだ仮想通貨取引所すらオープンしていない人とかがですね、まあリップルってどうなのみたいなね、ちょっと教えてほしいというようなね、話が結構もらえます。もらってきます。で、私もですね、まあローカル、まあ身内、まあ知り合いの中でこういったね、形で仮想通貨について、ちょっとまあ勉強会まではいかないですけども、まあ稼げる方法とかね、そのあたりをちょっと情報共有してたりはするんですけども、まあその中で、まあリップル意外と今後もね、まだ参入者増えるんじゃないかなと。まあ、個人ですね、個人。個人投資家ですね。まあ、そのあたり増えるのかなというふうにちょっとね、思ってます。まあ、こんな一幕がありました。ビットコインって仮想通貨買うにもビットコインってちょっと高いから手出ないな、みたいな。でもリップルだったら安くて買いたいけども、ちょっと買い方教えてくんないかな、みたいなね。そんなね、話をもらいました。まあちょっとね、おいおいという、そこから買いみたいな、そういう反応、私自身はだったんですけども、やっぱりね、そのビットコインは1ビットコインからしか買えないんじゃないかみたいなね、そんなイメージを持ってる人はまだまだ多いのかなと。で、リップルはやっぱり、とは言っても30円ぐらいなんで、安くてまだ手が出るかなみたいな、そんなね、人が多いようですね。まあ、今国内の仮想通貨関連でね、実際に取引所オープンして購入してる人はどのぐらいいるかはちょっとあれですけども、まあ、まだまだね、7、8、9割までいかないかな。そのぐらいの、まだ関わってないね、仮想通貨暗号資産に関わってない人が多いということで、まあ、これからね、上昇するというのを察知して、まあ、参入者が出てくるという感じですね。まあ、そういった知識の人たちですら、リップルという存在をね、知ってるということなので、まあ、やはりね、安いから買っちゃおうというようなね、人が結構ね、これからもどんどん増えていくかなというふうに思います。まあそのためにやはりね、我々先行者、仮想通貨をね、何年前からも始めている我々としてはやはり、こう、買い増し準備というかね、そのあたり、1万円でもね、10万円でも買っといた方がいいんじゃないかなというようなところをね、ちょっと感じました。やはりね、仮想通貨まだまだ新規参入者からすると不安があるようで、まあちょっと詐欺じゃないのとかね、暴落するんでしょとか、そういったようなね、話をね、持たれているようなんですけども、まあそろそろですね、そういう段階に、では、段階には来なくなっているような状況かなというふうにはまあ思います。まあビットコインもこれから半減期迎えますけども、まあ半減期後も結構ね、伸びていくような気もしますし、まあリップルもね、当然そこに追従していくような形にはなるかなというふうに思います。ということで、今日はね、ちょっとね、リップルのこれから、まあ、明るい未来についてね、ちょっとね、話していきたいと思います。はい。あっちゃん、仮想通貨の秘密の部屋。ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。ということで、続けます。はい。行きましょう。で、まずですね、リップルといえばやはりですね、こうグローバルな決済手段を持ち合わせていると。リアルタイムな支払いを可能にするといったのは、
国際的にですね、まあ、非常に大きいところかなというふうに思います。まあ、リアルタイムの支払いですね。で、まあ、昨年11月初旬、リップルは、まあ、アジアでね、3回目のスウェルですね、スウェル会議ね、開催が、まあ、ありましたね。で、まあ、金融サービスとか支払いとか、テクノロジー技術もそうですし、あとルールですね、ポリシーとかね、世界で最も信頼される声から、まあ、いろいろなね声が集い、まあ、基調講演のね体験というカンファレンスみたいなのがありましたよね。で、まあ、こういったスウェルね、どう盛り上がりどうだったのかっていうのはあれですけど、まあ、ダボス会議みたいなね形の後の価格の上昇って結構顕著出たと思うんですけど、出たんですけど、まあ、リップルはね残念ながらそこまで出なかった。まあ、ちょっと遅れて今ね30円タッチしてるといったところではありますね。まあ、ただですね、これからのブロックチェーン仮想通貨に関してはこういったですね会議セミナー、このあたりの大きなイベントごとは、まあ、非常に注目されるところかなというふうに思います。まあ、リップル側のこの発信する側、プレゼンスする側で、まあ、今後ねいろいろとイベントごととか、まあ、かなりねインパクトのある提携とかサービス展開とかね、まあ、そういったのが出てくると思うので、まあ、そこの価格上昇とかはね今後期待できるのかなというふうに、まあ、思ってますと。はい。で、まあ、そのねリップルといえばやっぱ国際送金というイメージが非常に強いんですけども、まあ、この東南アジアとかね、まあ、世界目線、まあ、一つに限らず、あらゆる世界、まあ、特に東南アジアでね、リップルを加速させてるといったようなのがね、まあ、注目、今されてるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、東南アジアのね、キャッシュレス、まあ、決済ですね。まあ、インドネシア、タイとかベトナムとか、シンガポールもそうですし、まあ、このあたりのね、まあ、基軸通貨じゃないですけど、国際送金の覇者となるべく、まあ、いろいろな活動をね、まあ、継続しているかなというふうに思います。まあ、既存のね、決済手段は当然あるんですけども、まあ、それをね、ジャルブル、まあ、速度だったり手数料だったり、まあ、このあたりが非常に注目で、やはりその東南アジアを制覇することをがね、今後世界制覇を制覇するというようなね形のと目線で、まあ、取り組んでるのかなというのがすごいね印象です的でしたといったところですね。まあ、その既存のね決済手段といえば、まあ、銀行もそうですけど、まあ、クレジットカード決済ですね。まあ、このあたりをね大きく塗り替えること、まあ、既存のシステムに上にねブロックチェーンをかぶせるだけだと結局ですね手数料とかね送金速度も若干変わらなかったりもするので、まあ、新しい基盤としてね、まあ、世界標準、世界銀行、世界基盤としてね、まあ、モバイル決済を中心とした形で、まあ、送金手数料も安いですし、まあ、このあたりをね中心に取り組んでいってるのは、まあ、非常にね今後がね楽しみなんではないかなというふうに、まあ、思います。で、やはりですね、まあ、新しい世代、まあ、東南アジアのような新しい世代、まあ、新しいところは、まあ、参入がどうしてもどんどん増えていく。まあ、仮想通貨使ってる人たちはね、世界的にはまだまだ少ないので、まあ、そういったね、世界的国境を越える基軸通貨、まあ、さらにはその東南アジアのね、その巨大なこうベンチャーキャピタルじゃないですけど、まあ、この地域にね、お金が流れるのはもう必然かなと。まあ、新興企業とかがね、まあ、戦場化してかなり注目を集めていくのは間違いないかなというふうに思うので、まあ、2025年を中心でですね、このアゼアン統一、まあ、経済のね発展とともに、このリップルもねこの支払いソリューションを適切にこの基盤の中にね、この東南アジアの中にうまく参入することができれば非常にね楽しみなんではないかなというふうに思います。まあ、今後はですねこういったね東南アジアからいろいろなものが発信される、何かね例えばスマートシティ、スマートペケペケ、まあいろいろなね新しい機能とかはこういった東南アジアでね実験的に試験されて、まあ、そして4に展開されるといったことにはなると思うので、まあ、コストも安いですしね、まあ、そのあたりでね、中国もそうだし、ブロックチェーンのね決済手段、さらにはいろいろなサービス、決済サービスですね、このあたりを東南アジアで行い、リップルがね、中心になって取り組むことができればね非常に楽しみかなというふうに思います。まあ、いろいろですねその既存の決済手段とかは、まあ、標準化されてなかったり、まあ、効果であったりというのは当然あるので、まあ、どういったね国が中心になっていくのはあれですけど、まあ、香港とかねシンガポールとかねマレーシアとかね、私は個人的にはバンコクとかちょっと好きなんですけど、まあ、このあたりをね牛耳って制覇していってもらえればいいんじゃないかなというふうに、まあ、思います。でですね、そのリップルはですね、そのまあいろいろとね、まあ国際送金ってイメージは強いですけども、技術力も結構しっかりしてるかなというふうに思います。まあ中央集権的なね、独創中央集権的なね、リップルですけども、やはりですね、ブロックチェーンの速度送金、送金の仕組みであったり、まあネットワークのね、まあブロックチェーンを活用した、まあ決済ネットワークのね、技術仕様だったり、標準のね、アセットセットですね。このあたりを積極的に推進して統一化を図るというようなね、取り組みも非常にね、素晴らしいのかなというふうに思います。その
その決済のね、トランザクションとか、まあ、そのあたりもね、数秒で決済できたりするっていうところの技術を中心にね、その仲介コスト、今までのその仲介コストを削減したり、まあ、あとはですね、その実際に送金するためのアプリですね、アプリの機能もまあ充実させたりといったようなね、ところですね。まあ、やはりその国内ではなくて国際、世界国境をまたぐ通貨ブロックチェーンとして動かすので、まあ、それなりに結構ですね、技術的な能力も問われるかなというふうに、まあ、想像します。例えばですね、まあ、国際送金の中でもわずか 4,5 回のねクリックで送金できてしまったりとか、まあ、さらにはね、その手数、あの送金着金までのね時間がね非常に短かったりとかね、まあ、そういったね、もうユーザーエクスペリエンスというかユーザーのね利用勝手が非常にいいので、まあ、当然使われるかなというふうには思いますね。はい、このあたりの アプリケーションのね利用の仕方とかね、やりやすさっていうのも非常にね注目できるのかなというふうに、まあ、思います。はい、ということでですね、あのリップル遅れを取るなといったところで、まあ、今現状ビットコインの、ね、半減期勢いがかなり増してます。で、まあ、調整とか測ってね、若干ビットコインも価格が下がる、一時的に下がってまた上昇するという流れを繰り返すかなと思うんですけども、このねビットコインの勢いに、まあ、唯一乗れているアルトコインはいるかというとまだまだいないと思うので、まあ、このあたりですね、リップル巻き返し、まあ、イーサリアムを超える2番手に返り咲くというのも、まあ、そんなに遠くない未来なのかなというふうに、まあ、思ってます。まあ、ビットコインがね、デジタルゴールドなら、リップルはね、送金ゴールドということで、国際送金をね、牛耳ってもらいつつ、まあ、国内で言うとね、メガバンクの中の中心的なね、あの技術的な、まあ、標準仕様を作る団体であってほしいといったところもあるかなというふうに思います。はい。まあ、銀行金融分野での、中央の存在であるリップル、デジタル国際ゴールドですね。まあ、このあたりちょっとね、ぜひね、頑張ってほしいかなというふうに思います。あとはですね、やはりそのリップル送金だけな部分もあるので、あの、それプラスアルファですね、米リップルかですね、まあ、仮想通貨リップルで、ディファイですね、ディファイの機能実装も取り組んでると。ディファイ皆さんご存知ですかね ?2020 年来ますよ、これは。これはぜひね、乗っかっておいた方がいいと思います。ディファイ。今のね、法定通貨を、このね、ディファイの金融、分散型金融のね、サービスに乗っけていきましょうといったところですね。はい。まあ、このディファイについてはね、また次の動画でお話したいなというふうに思いますけども、リップルね、ここの、リップルもこのプラットフォームの中の、ブロックチェーンのプラットフォームの中の基盤の中で、このディファイのサービスも考えているようで、まあ、国際送金に組み合わせてなのか、ちょっとわからないですけど、このあたりもね、非常に注目ができるかなというふうに、まあ思います。はい。ということで、今日はですね、リップルの未来について、ちょっとね、お話しさせてもらいましたということで、私もリップル信者でありますので、まあ、リップルといえばですね、あの、買い増し YouTuber がね、結構いらっしゃると思うので、私もちょっとそこに乗っかりつつ、リップルをね、少しずつ買っていきたいなと思います。まあ、本命のポートフォリオの中にはリップル、まあ、入っては、まあ、若干いないんですけども、まあね、私の中では2020年法定通貨を仮想通貨に変えたいという今年のね、強い思いがあるので、リップルもね、当然、あの、保有してますので、買い増ししていきたいなというふうに、まあ、思ってます。はい。ということで、今日はリップルの将来についてお話しさせてもらいました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。まだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、2020年儲かっていきましょうということで、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。あちゃんでした。